クロセチクの皆さん、こんにちは。大変ご無沙汰しておりました。やっと刺激 ID になれた丸田隆明でございます。本日は私の、政治活動として、今日は来る11月26日告示されます長崎県議会議員の補欠選挙がありますよというお話をさせていただきます。勘違いなさらないでください。市議会議員になったばかりの丸田が今度は県議の補選に出るのかと、そういうお話ではございません。冒頭私は、残りの3年とちょっとまだまだ、市議会議員としてやらなければいけないことがたくさんありますので、私は県議会議員の、選挙の補選には出ませんので、そこだけは、勘違いなさらないで聞いていただきたいと思います。なぜこの県議会議員のご当選挙区だけ補選が行われるか、まずはそこからきちんと理解していただきたい。まあ今日単発的に約14、5件の、世帯のお宅へ、私の講演会だよりを投函させていただきました。その中に4200万円という数字が書かれております。先に行われましたこの衆議院選挙に長崎県県議会議員のご当地選挙区から当選されておりました議員の方が、自分は国政で戦うんだと、もう国政でないとやっていけないんだということで、自ら残っておりましたこの県議会議員という座をなくしてしまった。そのために現在奈良崎県議会においてご当地選挙区からは1名の欠員が出ております。ご当地選挙区はそもそも1人区でございますので、今ゼロの状態でございますので、県の選管は自動失職した日から辞職せずに自動失職、自動的に県議会議員という議席を失った元県議のこの開けた空席を埋めるための選挙が補欠選挙でございます。まあ、その選挙に、新聞等で、情報発信されましたが、2名の予定者の方が名を連ねられております。私はその中の1名、大人としてこの人は人としてあまりにも長崎県民を愚弄しているのじゃないかと、あまりにもバカにしているのじゃないかと、県議会議員というこの方における県議会議員という議席は単なる就職場所であり、今回も自らこの席を自動失職し、そしてあわよくば国会議員になれるんじゃないかという思いで選挙に出られ、そして落選したわけでございます。落選したからまた元の鞘に収まる、あまりにも虫の良すぎる話ではないかと私は思っているわけでございます。人に私はいろんな方々から変わったやつというふうに言われておりますので、私の考えがあまりにも突拍子もなくおかしな話をしているのかと思われる市民の方々もたくさんいらっしゃるかと思いますが、この方が選挙に出なければ4200万円という県民の血税は使われずに他の事業に回されていたものではないかと私は思うんではございます。元県議さんは新聞取材において国政選挙に出て分かったと、コロナ感染症に関する医療の内容、国と地方と離島とそして中心部はかなりの差があると、離島地区においては医療体制がきちんとなっていない、だからもう一回県議会議員として仕事をなさりたいというようなわけのわからないお話をされていた。であれば県議の立場ではこの医療の格差はわからないのかというふうに私は指摘するんであります。医療の格差があるんであれば県議会議員として4200万円を選挙ではなく
コロナ対策に知事に陳情し、五島市の医療体制の充実をお願いするのも一つの手ではなかろうかと、それが政治家ではなかろうかと私は思っております。前回の衆議院選挙、31,000数百人のこの五島市内の有権者数の中から 68% しか選挙に行かれていなかった、実に9800人が選挙に行かれていない。私は本当思うんです。17歳以下の選挙に行きたくても、法律上選挙の投票権がない子どもたちがこの五島市内に2860人存在するわけでございますので、9800人の今回選挙を棄権された大人の皆さん、2860人の子どもたちの未来のために、今回ばかりはこの補選には投票権を行使していただきたいというお願いで、私は先週の土曜日より五島市知事を駆けずり回っているのであります。私が皆様方に誰々に投票してくださいというのは公職選挙法上禁じられておりますので、あくまでも私の思いをお話しさせていただいております。投票の際に参考にしていただければ、それはかえって嬉しいことでございますが、私はあえてお願いします。投票に行きたくても、9800人の大人に代わって自分たちが行きたくても、17歳以下の子どもたちは自分たちの未来のために投票権がないから託せないんです。ならば五島市の私たち含めた大人として、子どもたちに対する大人の責任としてきちんとし、そして立派な方を五島市の代表として県議会に送り込む、それが選挙だと私は思うんであります。人から頼まれたからこの人に投じよう、何もわからないけど世間が誰々がいいからというので投じようと、皆様市議会議員選挙を見てよくお分かりになったと思います。いつも口揃えて言われてるんじゃないですか、なったら何も仕事ばせんと。私も3月から五島市議会という場所で戦わさせていただいておりますが、中に入って本当によく分かりました。誰一人として毎日市役所に顔を出さず、議会の時だけただ座っているだけという先輩方が多くいらっしゃる、この現状に私はもう変えんばと。なので私は毎日一生懸命皆様方からお給料をいただいてますので、恥じないように頑張っております。県議会にもそういう人間を私は送るべきだと思います。もう一度言います、私が補選に出る話じゃありません。私は黒瀬町市民の皆様方に、この地区にお住まいの市民の皆様に全員選挙に行ってもらいたい、この地域だけは 100% の投票率であったという結果に臨みます。そのために最後の最後にお願いします。投票権を持たない17歳以下の子どもたちが2860人、この子どもたちの将来のために、未来のために、我々五島の大人として、大人の責任として、私は投票に行ってくださいということをお願いしに伺わさせていただきました。よくお話がわからなかった場合は、黒瀬地区には15、6件分のみしか配布できませんでしたが、丸田高明講演会の11月号を投函させていただいておりますので、まあ知り合いの方が持っていらっしゃったらお借りしてお読みいただけると光栄でございます。五島市議会議員、五島一新の会の丸田高明でございました。お昼下がりに大変大きな声でお騒がせしましたことをこの場からお詫び申し上げます。ご清聴のほど大変ありがとうございました。